はい、皆さん毎度でございます。今日はね、第30何回目7回目の給油行ってみたいと思います。まあ多分こっちの動画の方が簡単に上がるから先に上げると思うけど、今年初のダムカード行ってきました。今年初やね、滋賀県の青月ダムかな。以前この前買ったドローンファントム3を持って、あのファントム3ドローンの操縦ってめっちゃむずいな。範囲はやな、明るすぎて、iPhone、モニターにしてる iPhone の画面が真っ暗で何にも見えへんかったと。直射日光暗いまくりでほんまに見えへんかったわ。まあまあほんまにドローンちょっとだけあの動画出せるかな。まあこんな感じで、空撮やってみたんやけどほんまに難しい。もうちょっと操縦になれやんなあかんわ。っていうかあれやわ、ビビりすぎやわ。言うたっけな。やっぱり1万2万と違って6万7万言うたらビビるで。落としたらどうしよう。もううかつに近寄られへんしやな。それに iPhone の画面がさっぱり見えへんで、iPhone の画面がさっぱり見えへんで、もうあれや、ろくな映像は撮られへんしやな。ただバックが山やとな、400メートル500メートル離れても確認できるわ。ファントム空やったら分かれへんようになるかもしれんけど、バックが山やったら500メートルぐらい離れても、最高で480メートルまで離れたけど、480メートル離れても目視できます。バックが山で緑やったら、うわ見えるんやと思って。あれバックが空やったら絶対見えへんと思うけど、背景が山やったら500メートル離れても見えますわ。目視確認できます。まあまあだけど散々やとは思ってたよりも
ビビりすぎまああれや、俺も機体保険に入ろうかなと思ってまいりましたわ。ちょっとぐらい破損してもええように。だけど機体保険もな、ロストしたら降りひんやろ。機体が壊れてでも戻ってきたら機体保険が降りるらしいんやけど、機体をロストしちゃうと機体保険降りひんみたいやから、どうかなとも思うんやけど。まあだけどドローン飛ばしてみて、ドローンの操縦の難しさようわかりましたわ。三重県伊賀市ということで、ちょっと井出水のガソリンスタンド探してうろうろしようか。井出水、多分あそこが井出水やと思うんやけどな。井出水の関係者およびスタッフの方おったら教えてほしいんやけど、井出水のガソリンスタンド一覧みたいなの作ってほしいわ井出水カードを愛用者としては、井出水スタンド一覧っていう一覧表を作ってください。お願いします。それからそんなマップを作ってください。ええやん、もう Google にポイントを打ってやな。井出水のガソリンスタンド、それを上げたらええだけやねんから。そうやないと他のカードも作るで、エネオスカードとか、もう各ガソリン会社のカード作るで割引カード、クレジットのなんかな、ちょっとぐらいねんけど、なんか損した気するやろ。10円、20円、30円が、まあ用入っても10リッターそこそこしか入れへんねんから、まあ10円気型としてもやな、あれやん、13リッター入ったとしても130円、ジュース1本買えるやん、ほら大きいなやっぱり。だから井出水関係者の皆さん、ポッてやったら井出水のガソリンスタンドここにありますみたいな、アプリでもソフトでも、Google マップにポイントを打つでも何でもいいから作ってください。あとんやったら教えてください。まあまだまだ帰れんねんけどな。まあ帰るまでは持てへんと思う、ガソリンスタンド、ガソリンスタンドってやばガソリン。うわあ、さっきはぬくいと思ったら今日は25度。もう25度もあんで、暑いわ今日は。ん、名阪国道入るんか。名阪国道入りますな。ここは朝休憩したとこやもんな。大阪はこっちや。2キロ5分。出口、お、井出水あった、さすがや。ここはね、セルフ、うん、それにしても今日はようバイク見るな、いっぱいおるな、バイクも。よかったやん、井出水あって。セルフや。よっこいしょ。はいよ。ということでとりあえず何キロ走った。271.3か。よいしょ。